はい、こんにちは、あたです。昨日、FWJ モーラカップが、まあ、7月22、まあ、昨日って言うと7月22になるんですけど、に開催されまして、出場してきました。ノービストオープンの2つのカテゴリーに、まあ、エントリーしまして、大会に出てきました。はい。大会までの様子をね、YouTube でちょこちょこ残したりとかしていて、今回の動画が報告動画になります。大会の前日にここにでっかいニキビができて、これは終わったなってちょっと思ってたんですけど、なんとかメイクで隠していただきました。はい。ということで、結構あれですね、動画撮れないかなと思ったんですけど、まあもちろん自分では撮れなかったんですけど、周りの方が本当に協力してくださって、これだけ動画が集められて、今日の動画もアップできるので、本当にありがとうございます。ということで、結果を報告したいと思いますので、大会の動画も交えて、ご覧ください。はい、じゃあ今だいたい1時間半ぐらい前ですけど、顔も完成しましたね。顔も完成しました。レナさんにやっていただきました。ドキドキしました？でもなんか、今はそんなにしてないです。もうちょっとしたらね。直前になったら緊張しそうな気が。まあ初めてだから。初めてだから。楽しみです。2回ステージあるんで、今日は。そのノービストオープン。頑張ります。はい。今日はいい反応声出しましょう、うん、ちょっと緊張してきたよ声がね。藤沢作戦中
ご一度お下がりください。Take three steps the back wall. Face front and walk in the back. Everybody, 17番フルパワーチャースキー。
さあ、パスポートをお考えしましたが、あの日本代表が一気に集まって16番と19番スイッチ19番、もうちょっとセンターに行きましょう。ベースから行きまいよ、行きます、頼む。ベースフロント、16番、17番スイッチ。17番、19番スイッチ。できないよ。ペン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 。Takes the set to the basketball. Face props and walking back. Thank you, Mom. Okay, good job, thank you, ladies. 以上、ビキニです。何それ？あんまり写真じゃないの？写真じゃないよ、あの。YouTube の動画？そうだよ、あの、お疲れ様でございました。うちのミストオープン終わりました。ありがとうございました。ちょっと結果が今からなので、結果発表待ちになります。じゃあ、お飲み物お飲みください。いただきます、やっと。お水でいいんですか？お水いただきます。はい。表彰式って長いですか？ちょっと時間あるけど、そんなに長くない。これがなんかさ、もっとさ、あーとかないの？なんか、あー飲んだみたいな。ちょっと、それが欲しかった。今から。頑張りました。ちょっと、ね、悔いはありません。第3位、エントリーナンバー17番、藤沢雑希。第2位、エントリーナンバー19番、中条ひろみ。ビキニノービスチャンピオン、エントリーナンバー16番、水海アフリー。優勝した水海選手には FWC 会長庄司孝之よりメダルとトロフィーが贈られます。副賞としてビキニノービスでした。第3位、エントリーナンバー19番、中条ひろみ。第2位、エントリーナンバー17番、藤沢雑希。ビキニオープンチャンピオン、エントリーナンバー16番、水海アフィン。優勝した水海選手は WBA 会長庄司孝之よりメダルとトロフィーが贈られます。副賞としてアルトオープンストロフィー、120120。一生ないです。
嬉しかったんだよね。あ、すごいでしょ。すごい。ありがとう。めっかね。すごいよメダル。金メダルだよリク。すごい。よかった。おめでとう。はい、ということでご覧いただきありがとうございます。ノービスとオープンどっちも、まあ、1をいただきました。本当に嬉しいです。はい、まあ、優勝して本当に嬉しかったって浸るのは、まあ、今日までにして、次私は大阪の那覇の大会に出場しますので、ちょっとなんか外のバイクの音が入っちゃったかな。はい、8月6日次は那覇の関西に出場しますので、気を抜かず今日まで喜んで、明日からはもう優勝したのも過去のことになっていくので、次の目標に向けて、未来に向けて、行動していきたいと思います。ちょっともともと喉風邪みたいなのを大会前引いてたっていうのと、昨日大会の時に、ま、水分いつもよりもうめちゃめちゃ、私本当に水飲む人なんですけど、あんまりむくんじゃうからとかっていうことで、ちょびちょびちびちび昨日あんま取ってなかったら、今日の朝喉がうんうんうん、終わってます。おねえみたいになってます。で、ちょっと大会報告動画くらい、ちゃんとお化粧して、出ようかなと思った、動画撮ろうかなと思ったんですけど、もうなんか、さっきまでステージにいた、メイクとか、バチバチにして、髪もくるくるで、キラキラビキニだった人が、これがリアルですね。大会の私の次の日は。はい。ということで、まあ、頑張って信じて、コーチを信じて、ここまでが毎日頑張ってきてよかったなと思います。まあ、次の戦いに向けて、再出発します。はい。まあ、グダグダなんですが、見ていただき、ありがとうございます。また落ち着いたら、動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。